さんこんにちは、トバンです。今回は自宅でできる簡単腹筋美脚トレーニングをやっていきたいと思います。今回は、8分間やっていきますので、結構しっかりと効いてくるトレーニングになるかと思います。それでは行きましょう。10秒間準備が入った後に、50秒間のワークアウトをしていきます。まずは足をその場で引き上げるだけ、引き上げる。で、これよくねやってるんですけれども、足を上げることによって足の付け根と下腹の筋肉を使っていきます。で、下の位置からじゃなくて、足を上げたところからさらに上に上げれるようにしてください。結構きつい。で、バランス取れない方は壁とか持ちながらでも結構です。50秒間なんでめちゃめちゃ効いてくると思います。で、もちろんいける方はこのようにね、お腹に手を当てながらやってほしいんですけれども、この反対の軸の方の足、膝軽く曲げてもらっても大丈夫です。 OK です。反対側いきましょう。反対の足も50秒間足を上げていきます。上げるね。で、しんどい方は壁に手を置きながらでもいいです。いける方はバランスを取りながら足を上げる。めっちゃ効くと思います。簡単なようで、めちゃめちゃ静かに下腹部と足の付け根を使う筋肉トレーニングになります。筋肉トレーニング、吐きながらね、バランス取りながら、地味に追い込む系としては結構ねいいと思いますよ。 OK。 次ね、前いじめたんで後ろやっていきます。これもね、最初壁に手を持ちながらでいいんで、後ろ足を後ろに持っていく。これはこっからっていうよりかは大きく大きく一回一回しっかり吐くときに、で、これも軸足になっている方を少しロックを解除するように膝を緩めてあげると、反対の膝に負担がないのでいいかと思います。で、いける方バランス取りながら、バランス取りねえな。よし、反対側行きましょう。こう後ろね、後ろ、お尻、この後ろに行った瞬間にお尻がキュッと硬くなるのを感じてください。で、腰を反りすぎない。腰のどこ行くかな。バランス取りやすいようにしてくれたらいいです。全然手をこうね、壁につきながらでも結構なんで、鍛える部位はこのお尻なんで、お尻をしっかり意識しながら後ろ持っていく。結構ね、こうお腹とお尻って結構パッと見てですね、スリムじゃないってよく分かりやすいことじゃないですか。結構やっぱ筋肉が多いので、そこをしっかり狙ってあげればなと思います。次、また前からでいきます。こっから前にキック、バランス取りながら、これも床じゃない壁に手をつきながらでも結構です。キックキックキック。で、バランス取り方はバランス取りながらキック。50秒間っていうのは結構今日ポイントで、めっちゃきついと思うんですよ。きついぜ。
追い込まれてる。落ち着いた、足が落ちてきて。反対、ここから前に足、うい、普段いかに僕がブドウガ以外では運動不足なのか分かる。これすっげえ足パンパンだ。ほうほう、キック、足短け。はい、よいしょ、キックキック、きつい。前にキックキック、あと10秒ぐらい。あー、きつい、キック、ドン、頑張って。めっちゃ効く。ラスト、次は前にもも上げしてから後ろに足を伸ばす。ちょっとあの足を後ろにしていても大きくしながら最後は行っていきましょう。足のかかる負荷全然ない。すげえ。ああ、ふう、上げてから後ろ、大きくね、大きく。ほうほう、きつい。ラスト、今回使ってるのは腹部の筋肉と太ももの前側と裏側のお尻の筋肉ですね。ここを使ってます。ここで美脚トレーニングと言われているような、今回の結構ハードなメニュー、立ち運動ですから、で50秒間これをするっていうのはすごい今回ポイントできつかったと思うので、まあ20秒間でもいいし、30秒間でもいいし、回数でもね、その人の体に合わせてやってあげたらいいと思います。現に僕も今こうね、壁に手を置きながらやっているので、いける方はこのようにバランスを取りながらやってあげてもいいしね。そうするとさらに腹直筋っていって体幹の筋肉も鍛えれると思います。おーだべ。はい、これで8分間ね、終了になります。最後ね、まだ問題ない方はその場でスクワット、スクワット、8、9、 OK という風にね、いろいろトレーニング組み合わせながらやってみてください。はい、今回はいつもと違った秒数でやってますが、まあ足、美脚トレーニング、下腹部、お腹周りのトレーニングすごい最適だと思いますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。